はい、配信スタートいたしましたということでね、はいあの、佐藤さん、佐藤さん、佐藤さんの今のなんか首になんかネックレスじゃないですけど、なんかついてますけど、それは何これは、Bluetooth、え、のー、ヘッドセットでございます。うん、ちょうど犬の散歩の時とかによく使うんです、これ。で 声が出て、マイクも入っているってことそうです。今、音も拾ってて、音が出てっていうふうになってて。なんで、あの外でそれこそ近く散歩してるときとは、これが一番安全で。えー、めっちゃ肩凝ってる人かなと思ったけど、そうじゃないんですね。<laughs> 振動はしないです。皆さん、こんばんは。こんばんは。ガンノートナイトのお時間です。<っ>ガンノートナイトは、 岸田さんとゲストのお二人ががん経験を切り口に、ただただゆるーくお話しするトーク番組です。食べながら飲みながら気軽に参加してください。コメントもお待ちしております。それでは、えっと今日の予定がちらっと出てしまいましたが、まずは岸田さん自己紹介をお願いします。はい、えっ、ー、と岸田タワと申します。えっ、ー、と25歳とですね27歳の時に肺細胞腫瘍というまあ珍しいがんに。 なりまして、まあ、抗がん剤、手術などを経て、まあえー、と今は経過観察をしております。まあ、当時ですね、医療情報をお医者さんに聞いたりだとかしたらあの集まったんですけど、それ以外の情報、家族にどう打ち明けるの、あのお金どうするのだったりとか、恋愛や結婚はみたいな、そういった情報っていうのは全然なかったので、それを患者さんに聞いて、それをみんなとシェアできればということを思って、このがんノートというものをスタートしました。今、その代表理事をしております。MC をします。よろしくお願いします。 します。よろしくお願いしますでは今日の番組の流れですこの後ゲストのお二人に自己紹介をしていただいてお二人のご病気について少しお伺いしますそして今日のテーマである入院生活に関するトークを皆さんでしていただきますその後番組中盤では見ている皆さんにアンケートに答えていただく時間を2,3分ご用意しております そしてその後お時間があればカード選択テーマトークをしたりしなかったりしつつアンケート結果速報や次回の予定をお届けしますそして番組の最後にゲストのお二人からメッセージをいただくそのような1時間の予定になっていますそれでは早速ゲストのソウさん自己紹介お願いしますはいよろしくお願いします 私、総綾子と申します。埼玉県出身で、今も埼玉市の方に在住している50歳です。で、今、会社員と、えっ、ー、と、サバという団体を、ちょっとあの、患者会みたいな形でやってるんですけれども、あと、私は、えっ、ー、と、乳がんと子宮頸がんの方のダブルキャンサーになります。乳がんは32歳の時、子宮頸がんは35歳の時になりました。で、えっ、ー、と、手術と放射線と、あと、ホルモン療法、乳がんの方でやってまして、えっ、ー、と、子宮頸がんの方に関して、 では、えっと手術のみで今経過観察中です。以上です。ありがとうございます。今日はよろしくお願いいたします。ますそれでは続いて小宮さん自己紹介お願いします。はい、小宮悟と申します。今年齢は40歳で。 えー、38歳の時に急性骨髄性白血病という病気になりまして、えっと、その後、えー、抗がん剤や、えっと、放射線治療、えー、その後、再耐血移植というものをして、静、えー、着をしました。で今現在、経過観察中ですけれども、仕事の復職も、えっと、叶うことになりました。でえっと、会社員を、えっと、していますが、その傍ら、えっと、病室 Wi-Fi 協議会という、えっと 患者さんが使える病室で使えるようなあの環境をこう整えてほしいというあの活動をしているところに参加をしていたり、えっと、茨城県でがん、えっと、教育にこう携われるように、茨城県がん体験団スピーカーバンクという、えっと、ところにも参加をしています、えー。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それでは岸田さん、お願いします。 はいお二人にちょっとがんの経験談をちょっとあの先にお伺いしていきたいということ思うんですけれどもそうあやこさんはい皆さんからはいああさんと呼ばれているのでああ、はい、さんと呼ばせてくださいはい、はい、お願いしますお願いしますあまさんはあの乳がんと子宮頸がのダブルキャンサーと はいいうことでまずはじめ三十二歳どのように癌が,が見つかっていったのか教えていただけますかちょっとなんか話すと長くなってしまうんでちょっとかいつまみ話すとそれを三十秒ぐらいでお願いしますそうそうまあまあいい感じでいい感じで,いい感じで <laughs> そう,そうえっ、ー、と約あの本当右の胸えっと右の胸が乳がんになったんですけどちょっと見つかった時には左胸に異常があって、うん、でたまたま病院に行ったらちょっと右の方に何かおかしいのがあるよって言って見つかったのが 始まりで,した、ね、で最初はなんか悪性じゃないっていうことであの多分悪性じゃないっていうことで手術をしたんですけどそれが実は取ってみたらあの悪性だったっていうところで乳がんが見つかりました。 うん、あじゃあ取ってみたら悪性だったということなんですね。そ,うですえそのあとの治療はどうされたんですかその後は、えっとは、一応、えっと、その時胸だけをちょっと取ったので、もう一回手術を、入院して手術をしたんですね。ね脇のねリンパ節をちょっと見るっていうんで、<ー>その頃がが、ね、<ー>センチネルリンパ節っていうものの乳がんでいうと、それが、ね、走りだったんですよ。今からだから18年ぐらい前。うん なので、それをやろうっていうので、もう1回手術をしたっていうのが1つと、でそのっ、えー、とに、ね、抗がん剤はその時はもうちょっと様子見ようってことになって、放射線治療とホルモン療法を乳がんの方はやって10年間やりました。10年間、そうですよね、うん、ホルモン療法もね、今まで5年だったのが、途中で<う>あの10年の方がまが生存時がちょっと変わるということで、そでそ10年間になったということな、うんですね。うん じゃあそれ乳がんは乳がんで,それで経過観察して子宮けがんはその中で何か,か見つかかってた感じ子宮けがんはその乳がんの、えー、とノルバテクスってそのホルモン療法をやっていると子宮の内膜が厚くなって、うん、ちょっと子宮体がんになる確率が微妙にちょっと上がるっていうのが。 あるんですね<ー>そうなのだからそ私の時もうそ前だけど私の時にはその1私はね半年か1年に1回、えー、と大学病院だったんでそこで婦人科の検診を、まあ、受けさせられてたっていう感じな受けてたんですけどで、えー、とそれでやってて3年後かだからそのリュープリンというとお腹に注射を打つ注射とあと ホルモン療法ってそれ2つやるんですけどやってた時に3年後にたまたま受けたもので子宮体がんの検査をした時に子宮けがんの検査もついでに一緒にするで,でその時にあれあれって言ってちょっとなんか怪し,い怪しくなってきたよみたいな感じになって、うん、半年ぐらい結構グレーゾーンをこうなんかグレーゾーンの中でなんかちょっと強く出たりみたいなことをちょっとやってて、うんうん それで結果あ、悪性が出ましたっていうんで、うんうん、子宮けがんっていう形で、だから両方とも早期なんですけど、うん、それで見つかったっていうことですね。あ子宮体がんの検査をしたときに、まあ、子宮けがんの検査も同時にしてっていう。 うん、えちなみに子宮体がんの検査って何か,、うん、かあれですか刺したりするんですかどうあそうそう、なんかや痛いんだよね <laughs> なんか子宮、子宮体部の方の組織をこう取ってる感じえ、まあ、子宮けいがんもんかこう入れて、カリカリして出して、組織をやって、あれのもっと奥に行く番、うん、そうそう、奥番。 なんかどう,どうやってるのかわかんないけど明らかに子宮体部の方が私はもう痛くて嫌だった。あそうだね,、うん、そうねまあ体癌じゃなくて軽癌がんが見つかってですそう,ですうふうなところそこから治療法自体は、うん、えー、っと えーと子宮頸がんのときには本当にね、すごい小さ,小さかったんですよね、数ミリでそっちも見つかっていて、でで深さもあんまりなくて、1えいっていう形だったんで、もう本当、手術のみで、でただ、なんか、その時先生に言われたのは、その乳がんとの関係を調べてからじゃないとわからないっていう。うん 形で言われて、その時にまあ乳,乳がんとのつながりがなかったので、とりあえずもうそれでいいでしょうっていう形で経過観察だけ3ヶ月とか一度細胞を取っていくっていうような経過観察だけで終了してます。で、5年間かなうん、5年間、えっ、ー、と、すべて貫通し、あの、検査自体はすべて終わって、で、ただね、8年後ぐらいに 会社,の会社の健康診断で、なんか受けてみるみたいな感じで、婦人科のなんか検診を受けたときに、なんかそれがなんかすごい引っかかっちゃって、切った場所の段々部分をこう検査してもらうんですけど、でそこで、なんか急に引っかかって、なんかてんやわんやしたのを覚えてます。えっっどどううたたなその だか,か,か高度異形成みたいな感じで<ー>なんかあるじゃないなんか、ね、手前みたいなね。手前のやつ。あれが出ちゃって突然。で、えーっと、それでまた検診してた病院からちょっともうこういう形だとうちだとどうにもならないから自分の病院にもなんか前行ってた病院に行ってくださいって言われて1回終わってたんだけどもう1回そこの乳がんと同じ病院に大学病院に戻されて。 でそこで先生にちょっと言ったら私が行けなかったんですけど5年経ったあと、うん、ちょっとおっうになって5年以降にねあんまり病院に行ってなかったの実は検診にはい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 、はいうん、まあまあねまあけど5年以降そんなね、うん、そう思っちゃった自分が行けなかったんだけどそうしたら先生にはすごくそこはこっぴどく怒られた怒られた <laughs> <laughs> なんでもう1年に一度他のところ行ってないのってすごく怒られたんですけど、うん、そんなそんなことで。あで、経過観察え、今はそれを、まあ、あの治療するとかいうよりも経過観察してるって感じ、うん、そう、で、それで、なんか高,高度位形成からなんか中度に下がってみたいな、で、軽度になって、なくなってみたいな感じで、<あ>今は何も出てない感じ。あそそそうううなんでで、ね、ですそうですすね うん、ありがとうございます今そういうふうな、はい、あの経過をたどっているということですねまあ癌がんなった後も結構そういったところで病院にはかかったうそうですそうですかかっていますまだ<ス>ありがとうございますそしてさとるさんはいはいさとるさんはい肩こってないですか大丈夫ですか <laughs> 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 ブルブルしてないです <laughs> ブルブルしてないですかはいさとるさんのはい、えー、急性骨髄性白血病ということで、うん 治療もさまざまな治療されていますが、どのようにこれを発覚していたんでしょうか、はいえっと、ちょうどですね、えっと、2020年の、えっと、元旦にインフルエンザに、えっと、な,ってなってですねその後今度副鼻腔炎になって <laughs> なんかずっとこう病気がこう続いていて。でえっとその あとその後、まあこう仕事に行くときとかも、なんか自転車乗って,ても全然、いろんな人にどんどん追い抜かれるみたいな状態になってて、でえっとこのえっと、入院する前に、ですねあ救急車でちょっと運ばれてしまったんですけど、えっと、救急車に運ばれる前に、ですね <laughs>、えっと、ちょっとあの足がずっと痛くなってしまって、地下鉄の階段とかもこう歩けない状態になってで、えっと、コロナのちょうど始まる時期で。 えっと、あちょっと病院も嫌だなと思いながらも、やっぱり熱とか出てしまったので、えっと、夜にあの病院にこう運ばれたら、えっとまあ、血液検査の結果、えっと、急性骨髄白血病っていうのが、まあ後からなんですけど、診断をされたのと、えっと、そこの,あの足の痛みっていうのがです、ね、で、えっと、その、まあえっと、免疫力がこう低下していることによって、ウイルスがここに入ってしまった病気になって、発覚をしましまた、はい、それで救急車に運ばれた。 はい、救急車に運ばれて、その日、も帰れるかなと思ったら、血液検査の結果、即入院ですっていうふうに言われて、えっと、あのでその後近くの大学病院の方に転院して、えっと、血液内科のあるところであの、改めて正式な診断を受けて、あのもうなんで、1回も帰れないまま、救,救急車で運ばれて。 入院して、この書いてある抗がん剤と放射線と再対決と手術、はい、どんなルートでどうなったか、はいえっと、抗がん剤治療はもう、えっと、転院をした大学病院の血液内科のところからもすぐに始まりまして、えっと その後、まあ、抗がん剤治療はいろいろなこう抗がん剤を変えながらも、クールでこう実施をしていって、えっと、再対決移植の、えっと、適合した方が見つかったので、えっと、再対決移植の前に放射線治療をして、まあ、あのできるだけこう、えー、抗がん剤と放射線を治療した後に、再対決の移植で新しい、えっと、血をいただいて、えっと、そこから再対決をした後に、えっと 成をした新しい血をいただいたっていう流れですね、それが、えっと、入院してから大体半年間ぐらいのスパンでありました、うんえ。なんかいろんな移植って言ってもいろんな種類あるじゃないですか、あのはい、末梢管細胞、骨髄バンクで、細移植とか再吊血移植はどんな移植なんですかの、はいえっと、の移植はですねあのいつもあの えー、お子さんを産むあのお母さんにはいつもこう感謝をこうさしあのするんですけれども、再対決っていうのは、えっと、お子様を産む時にです、ねえっときに、多分あの妊婦さんになられた方とかって、あの同意書をこう書いたりする機会があると思うんですけれどもその、えっと、子供を産む際に、えっと、取れる再対決っていう部分の、えっと、血をいただいて、それを私の方にあに入れるっていう。 ことがあるんですね骨髄あの骨髄バンクがもともとすごいこう普及をされていたんですけどそれとはまた一つ違うあの形でえっと移植ができる方法として骨髄バンク再対決バンクっていうのが今は普及をしているっていうような話をお伺いします、うん、えそれはなんか骨髄移植とかなんかあのフルマッチとかなんかマッチングは結構ね、はい、あの何種類もあってと思いますけど、はい、再対決移植はそう、えっと、いうのはあるんですか とは聞いていてますあのただ、えっと、その選択肢の中に、えっと、骨髄バンクのほう、ね、私適合がなかった状態で、えっと、で適合があの近いあの、全部は適合しないんですけども、近い形の、えっと、適合の骨髄バンクを探すか、再対決を探すかという中で、まあ、あの担当医の人が再対決で、えっと、比較的こちらの方がリスクが少ないという判断をしてくれて、その、えっと、実施をしたということですね。うん、で実施をして で、それで、まあ、治療を経て、はい、えっと、2020年に発覚をして、えっと、その秋口にその生着をした後に、えっと、自宅療養を進めていまして、えっと、2021年の11月に、予約外に出れるようになって仕事ができるようになりました。<ー>はい、なので、まだ半年ぐらいですけど、あの今、元気に毎日東京まで通っています。ああ、そうなんです。お仕事で東京に帰ってるとですね。はいはい そうなんですね、そっか、じゃあ今はあのちゃんと、じゃあ経過観察っていうこと、治療はもう終わってるということですね。えとはい、あの薬を飲んでいたりはするしたりはしますし、あとは、えー、と例えば、えー、と次の次のですね、えーとうん、通院時はあの骨髄穿刺ってあの後ろにブスって刺して、またあの状況、再発をしていないかどうかっていうことをこう確かめたりしながら実施をします。あとはあの いろ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 まだやってる作業はあるんですけど、まあ比較的安定して日常の生活も遅れているっていうことです。ああ、ありがとうございます。そんな中でね、またテーマもいろいろ話聞いていきたいと思うんですけど、ちょっと今、えー、メッセージコメントもいただいてるのでそれも読ませていただきたいと思います。はい、ええカズさんこんばんはと、よしさん入院経験がないからすごく楽しみですと、ピーバさんヘッドホンヘッドセットいいですねっていうねだったりとか。 はい、鴨志田さんこんばんはと、えー、美香さんも、マーシーさんも、山谷さんも、ゆっこさんも、はい、えー、実原さんも、豊田さんも、はい、こんばんはと、さよりさんも、福岡からです、はじめまして、はじめまして、ありがとうございます。はい、ピーバーさんはあの、スピーカーバンカー、スピアサポートを茨城のみんなで拝聴しますということでね、<laughs> あります。はい、プレッシャーかかってます。はい、あの、<laughs> はい、恵美子さんも久しぶりです、こんばんはと。 えー、小宮さん、楽しみしてます。って、小の田さん。えー、はい。イカラビちゃんさんは、あいちゃん見てるよ。っていうことで、ね。あのにょがさんも、あーさん見てるよとあ。ありがとう、はい体がと。体がんの検査、痛いですよね。とか、体がんの検査、みんなやっぱ痛いですよね。って言ってますね。うん、そして、ゆきさんも見てます。っていうことだってえー 体がんの検査を男性に伝えるのはどうすれば伝わるかなと、尿道にマスになしでお箸突っ込まれる感じ <laughs> 無,理無理です、ね、<laughs> いやー、これもね、なんか割り箸か菜箸か、いろんなね、この, <laughs> の方、<laughs> すごい表現力ですね。<laughs> うん 小宮さん、病院 w i f i 協議会について教えて、これまたちょっと後でお伺いしたいと思います。はい、はい、小辻選手もいたそうといろいろコメントいただいております。皆さん、ぜひぜひコメントよろしくお願いいたします。はいうは小石さん、お願いいたします、はい。改めまして、今日のテーマは入院生活ということで、えー、とまずは、えー、とう部屋の。 患者さんとの交流ってあるのかな、ないのかな、いい感じなのかな、みたいなところを聞いていただきたいなと、岸田さんに思っているんですけども、その後はそれ以外の入院中の過ごし方、様々聞いていっていただきたいです。では岸田さん、早速、同部屋の患者さんとの交流について聞いてみてください。はい、えー、ありがとうございます。いやそうなんですね部部屋屋あの道部屋の人が オールドだとね誰になるかっていうのは結構入院生活を左右するなと思っておりまして <laughs> 僕も、えー、とそう僕めっちゃ印象的なの僕寝てた隣におじいちゃんがなおじいちゃんがずっとねあの夜中ねあの演歌を口ずつまれるんですよね。<laughs> <laughs> もうその演歌がもう耳をもうリピートしまくってなんか <laughs>。 ずっとなんかもうその演歌が僕の入院ーーのテーマソングみたいになってなんだ <laughs> <laughs> 大変やったなっていうこともあったりだとかするんですけどもあの、はい、アーさんは、うん、あのまあえっ、ー、ともう15年20年前にはなるかもしれない、うん、年前とかですよねあのどうでした同部屋の患者さんと交流だったりこう過ごし方は。うん、私トータルで3回入院はしてるんですよね。で 3回手術が3回とも手術で外科で入院してるんですけどね胸とリンパとだからお腹切るときにで最初が5日間で確かに次が8日間でその次が11日っていうのをちょっとなんとなく今回のことで思い出したんですけどあのー、4人部屋全部4人部屋でしたね。で なんだろうな外科の人とあとね抗がん剤治療の人とかもこう、うん、混じってる部屋だったっていう思い出したんですよね、うん、で思い出してで年齢もまちまちで4、5日の時は結構私が一番早く遅く入ってきて早く出るみたいな結構短かったんでだけど11日になるとやっぱり外科のところにいると、うん、結構まあちょっと長めになっていて。 だからこう入ってきた人が先に出ていくとかっていう経験があったんですけどあの、ね、私の中ではね一番やっぱり年配の方がやっぱり気になるポイントでいらっしゃってあのその方すごく長くいたんですけどなんからねすごい朝早く起きる。あ年長さあるあるっすね。あの夜早く朝早くみたいな。 あのリズムだったのでで、あのカーテンを思いっきり開けるっていうこう <laughs> あの朝のこ日ざしからあの日が出てくる方の部屋だったんで窓が。ももうう窓のカーテンを全開に開けるっていうのがすごく残ってる。だからなんかこうなんかすごくそのさっきの努力の話じゃないけど。 すごくそれが残ってますね。なんか、い、道屋の人っていうと。<ー>うん。いや、ね、そういうね、年長者の方にね、まあ、あの、従わないといけない。そ,そうです、そう <laughs> です。あの、こう、太陽に向かって、こう、拝むっていうことを。ずっとされてた方みたいで。 だから、ちょっとこういいエネルギーをもらえるから、ちょっとあなたも一緒にこう朝早く起きて、ちょっと体を見ながらこう両手合わせるといいのよっていう年長者の方に言われたのをすごく覚えてます。起こされたあ起こされたっていう形で。えこれど、あのあれ女性部屋はどうなんですか、あの患者さんとの交流、まあ、そういう形で結構交流あるもんなんですか いやー、うん、場所によるのかな。手術した後にしんどい人とかって、やっぱりもうあそこのカーテンは開けられないじゃないですか。あだけど、比較的回復でこれから手術に向かう部屋の人とかが結構元気な目の人がいると、もう全部フルに私の時はオープンにしてましたねえ。オープンにしてたらやっぱりもうみんな、なんかそれ何あれ何みたいな女子, <laughs> 女子会じゃないけど始まる感じうんあ始まる感じ。 私の時はそうでしたどんな話するんですか女性たちの病気の,病気の話も私とにかく若かったじゃないですか32でだいたいがん,うん、うん、ってわかるじゃないですかがんじゃない方ももちろんいるんですけどあのだからもう皆さんこうその時ってね 私が本当にその病棟の中で一番若い部類だったんですよ、そこではね。乳がんと子宮頸がんと両方ともそうだったんですけど、そのとき、向こうが興味津々で、根掘り葉掘り聞かれるわけかかりり聞れるところから、新人としてはスタートするみたいな感じで、だからそういうところから子供がいるのとか、結婚してるのとか。 ご両親の話はどうなのとかなんか結構いろんなことを結構聞かれる感じかなだったかなっていう印象はああそうですそ、ね、こ、うん、からなんかこう人生経験とかもずっと一緒じゃないですか夜までそうですねもう一日ねもう一日ね,1日ねだからあの一緒にバイト行くとか <laughs> なんかこう <laughs> そういうそういう感じでなんか私は本当すごい可愛がってもらった感じで あそうあそうなんですね、そっか。うん、いやー、男性側やとね、なんかもうカーテンを閉め切ってっていう感じがあったような気がするんやけど、え、サトルさんはあれ<え>一人部屋えっとですね。えっ、ー、と、私の場合は部屋が選べなかったんですけれども、えっと、 私のいたところは、こうあのクリーンルームとかなので、えっと決定権があの病院側にあって、なんでえっと複数部屋もありました。で、そこに入院したこともあります。はい、あ、そうなんですね。どうでしょう、複数部屋のと同部屋の人とはうまくやれてましたえ まあ様々いろんな方がいらっしゃ <laughs> いましたね。あの今 <laughs> お伺いしたような話もありましたし、あの特にその私が入院した時はコロナ禍で、例えばそのクリールームにいる人はあのほぼ全員外の売店にも行けないですねうそうなんですよだから日、えっと、日にに回平日にはあの 売店の人が逆に来てくれるんですよね。<ー>だから、あの、複数部屋にいるときは今日何買うっていう話をしたりとか、<laughs> そういう楽しみ方はしてましたね。でも、えっと、言われるようにこう、パサッて閉めている方も多くいらっしゃいましたし、コミュニケーションを取ってる人は、それはもう年齢関係なく、あの、結構人に依存している状態でした。うん社長さんはどうですか閉めてるか開けるかでいうと、カーテンを。えっと その様子を伺ってました右の人大丈夫かな前の人この人をよく喋れると思ってよく開けてたりとか <laughs> そういうことをやってましたね。 <laughs> あそういうねあの、そのその時きで、結構ね、あの入退院、その部屋でも変わってきますからね、だんだんね。あとはその、その、複数部屋いるときは窓際と、えっとうん、その入り口側、要は窓がない方と、窓がある方とかだと、仲いい方だとこう開けていただいて、ちょっと外の,、うん、あの光をこう浴びさせてもらったりとかっていうのはしていました、ねうん、ああ、そうか、浴びさせてもらったりだとかそうなんですよ外にに出れないからとにかとの 私のその茨城に住んでいて、うん、あの窓から筑波ばさんが見えるので、そのをこうちょっと見て、うん、今日も綺麗だねみたいな話をあのおじいちゃんとしてたりとかしました。はい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  <laughs> いやね、そう外見えるか見えないかって結構ね大事ですよね。自分だから僕も窓際に結構してもらうようになんかお願いしたこともあったな。やっぱあの日が入ってくるかどうかそれこそね。 アーさんの,あの拝むじゃないけど <laughs> <laughs> 外のねあの感じが分かるかどうかとかねそう <laughs> いうこともあったりだとかしたなっていうのはありますなんかで周りがまああのお年寄りな方たち、まあ、もちろん年配者さんが多いわけじゃないですかなんかめちゃくちゃこうこういうので仲良くなれたよとかっていうのはあったりとかするなんかそこのコミュニケーションいやちょっと僕,僕ずっと一人で アニメ見てたかからちょっとなんか <laughs> 私,私はあります、うん、おどうすあもちろんあのその地域の話あのご年配の方とかこう長くいらっしゃるので、うん、その地域の話をしたりもそうなんですけど、うん、一番はそれこそあの孫と LINE をしたいんだけどつって LINE の使い方を教えてあげたりとかあ<ー> <laughs>、はい、そういうのですごい仲良くなった経験はあります。 そういういことねスマートフォンとかそういうあのい機器の使い方を教えるっていうそうなんですよ、IT 担当でした。<laughs> <laughs> <laughs> これどうやって、このパソコンどうやって使えばいいのとかって教えて <laughs> <laughs> そっかそっか、それはな、そりゃこの中やとね、もうそれしか外とのコミュニケーションないもんな。そう,そうなんですよ <laughs> うん、えアンさんはなんかどうしてました、うん、もううなずきながら思い出してたんですけどね私ねご年配の方はなんか、ね、お食事とかお茶とか入れてあげたりしてましたね。 あの <laughs> かりやんもう食事が来ると看護師さんだけでやってると若干こうちょっと遅かったりしてわかるわかるわかる、うん、でしょでちょっとなんかその部屋だけちょっと遅れ気味になる時とかあるじゃないですかだからなんか自らちょっと取りに行ってみんなにこうちょっと配っちゃったりとか <laughs> あとなんかこうお茶とか入れてあげたりとかで年配の方ってベッドから起き上がるだけでも結構大変な時ってあるじゃないですか,だなんかそういういのはお部屋で 担当みたいな感じでやってたかかからそそうだ、ね、そういうねい <laughs> 入れれ方とも指指導導受受けけるるるののあぱりもうずっといらっしゃる方とかはなんかこうあ熱いのはどこで入れるとあっちのボットの方がいいよとか<笑><笑>いろいろあるのよ。<laughs> あるんやな <laughs> そうそうそう。<ー>だから、そういう、でも、全然、嫌じゃなかった。私は嫌じゃなかったで。<ー>なんか、そういうコミュニケーションの取り方をしたのが覚えてる。覚えてるああ、すごい。いや、まあ、そう、ありますからね。ポットもね、あの、各所にあって、<う>どこのポットが。こう、ぬるい、わざ、あの、暑いとかあるかもしれないですね。で、今ってわからないんだけど、その時は、なんか、冷蔵庫が。部屋になくて。はいはい なんか皆さんとお食事するところに大きい冷蔵庫があって<ー>そこになんか部屋ごとになんか段みたいに分かれてるみたいな感じになっててそこに名前を書いて入れ,る入れてあるみたいな感じだった。なんかだからそれを何かこうなんだろうあるじゃないつくだ煮みたいのとか食べるてなとかそういうのをちょっと取りに行ったりとかそういう係。 えー、や今、だってね、佐藤さんのとこはもう冷蔵庫あったでしょ自分あ,ありました、ありました。はいね、そっか、当時はそういう共同の冷蔵庫とかあったような、ん。そんな記憶がありますああ。ありがとうございます。そしてコメントもちょっといただいているので、ちょっと,と見ていきますね。ミカさん、子宮体がん検査、全身麻酔、打てますか、えー、とどうなんでしょう、綾子さん。 いや、私、聞いたことないです。はいですね、また、これ、まあ、医療情報に関しては、がんノートじゃなくて、うん、ちゃんとね、うん、あのがん情報サービスだったりとか、しっかりお医者さんに聞くっていうことごめんなさい,ららかい、ね、私は、うん、分からないです。はい、ごめんなさい。はい。豊さんも、骨、はい、髄検査は、私は一番痛い検査だと思いますよっていうことだったりとかね。んとねいや、痛そう。えー、とあで、あのがんの麻酔はないと思うっていうコメントもいただいております。で、えっ、ー、と、美香さん、あの入院の時は一人でしたとか。 サイアンさん、術後に個室に1ヶ月入院してましたと、うん、今思えば少し回復したら相部屋に移った方が良かったと思っています、他の患者さんと話をすることは全くありませんでしたと、うん、いうことだったりだとか、はい、年長者が強いし、えーと、キュウちゃんも、えー、とおばあちゃんたちにかわ若いのにかわいそうと言われ、入院生活が長くなると、だんだんストレスが溜まって、途中から個室に移りました。 ととということだったりだとかね、まあ、ずっといるとね大変あの、ストレスがかかるっていうのもあってますよね。そして、えー、ゆきさん、えー、大部屋はメンバーによりますよね。私は8人部屋。<う>7人が同じ乳がん、1人が卵巣系でした。皆さん、カーテンをオープンにして元気で楽しかったです。えー、半月入院で、えー、途中メンバーが変わって、カーテン開けない人がほとんどで、夜は、うん、いびきの大合唱でした。<laughs> で 夜のいびきね確かにストレスもありましたね。さ <laughs> ださんもいびき悩まされました大丈夫でした、はい、まあでも、そう言いながら自分のいびきで迷惑かけてないかっていう不安もありますけど。でもその8人であの仲良かったら、なんか合宿気分で楽しいかもしれないですね。えー、そうですね、8人ね、で仲良かったらいいですよね。 すごいで。マルルさん、初めまして、8ヶ月入院しました、初日に部屋のみんなで夜景を見に、屋上に行きました、すごく楽しかったな、いや、うもうなんか、屋上で夜景見れるとか、なんかね、私、1個思い出しました、それで、はい、あのちょうどそのコロナ禍で夏場に、花火屋さんがあの、うん、多分、応援でこう花火を上げてくれるみたいなのが、あのコロナの時あったと思うんですけど。 目の前でバーンって言ったんですよ。で、それは個室のお部屋だったんですけど、その時だけはみんなその個室のお部屋に集まらせてもらいました。<laughs> えー、す。ごい,い,い、ね、よかったです、ね、あの、そう、ちょっとみ,みんなこうコミュニケーションがあまり取ってなかった人も、その時だけはみんなでこうコミュニケーションが取れましたね。<laughs> その時だけね、<laughs> みんなの利害が一致する時は。<laughs> そ,うそうそうそう。は <laughs> い、ありがとうございます。そしてね。 えとカフェイン NG でした、でも1日1回コーヒー飲みたいから先生にお願いしてました、うんえー、コロナ禍の入院だった,そうだったんですね、えー、抗がん剤治療で5日間入院したときの6人部屋は、皆さん年上でしたが、仲良くキャラの濃い方ばかりで、看護師さんに大丈夫って心配されてましたが、一緒になって楽しんでいたので、苦になりませんでしたという、わさびさん。はいよかったえーと えっと病室にいる図書室にいる方が多かったよめこさん図書室、えー、図書室なんてあるんだ、えー、ねあけど病院によっては結構ねあの、うん、書庫書庫っていう図書うんがすごく揃っているところもあったりとか。 あります、あります。で、サヤンさん、21時消灯で早すぎて眠れませんでした。あ,あるあるですね。あるあるです。えー、軽い民在では3時間ぐらい経つと目が覚めましたということだったりとか、うんえー、中島さん、乳がん病棟の個室が満室で仕方なく特別個室に入院を、そのフロアの看護師さんたちが、乳がん術後のケア知識が全くなく、患者としては困惑しました。あ フロアによってねあのあの、その領域があったりとかするから、<laughs> その領域じゃないところに行くと、<laughs> そっか、その看護師さんたちがあまり知識がなかったりとかするのから、うん、それもあるあるやな。マルシャコロナ禍に入院しましたが、カーテン閉じたままの生活、おしゃべりができず寂しかったです、ずっとゲームしてました、唯一看護師さんとのおしゃべりが楽しかったです、うん、看護師さんとね、一緒にやるといういのは。 わかったのけ、あ、つくばさんが見える病,病院は大丈夫かあ茨城弁はわかったかどうか、これ、なんか,わわか、わからないと、茨城でははみごにされるんですかあそうかもしれないですね。<laughs> <う>あの残念ながら、出身が東京なので、ちょっとそれはスルーさせていただきます。ありがとうございます。はい。ええーっと,はい、ということで、いろいろいただいております。はい、手の声さん はいそれではアンケート入力タイムのお時間なのでアンケート入力タイムに行かせていただきますね。はい、お願いします。はい、それではここから2、3分アンケート入力タイムとさせていただきます。見ている皆さん、ぜひアンケートに答えてください。アンケートの URL はこの動画の概要欄ですとかチャット欄。 にあるからアクセスできますよろしくお願いいたします。2、3分の間、ガンノートのご紹介をさせていただきます。ガンノートは、ガン経験者さんへのインタビュー Web 番組です。医療情報以外のがんにまつわる情報をお届けしています。仕事にどう復帰したのか、お金をどう工面したのか、 家族への打ち明け方、恋愛結婚はなど、さまざまな情報をお届けしています。そんなガンノートを応援してくださっている企業の皆さんをご紹介します。アフラック様、IBM 様、アイタン様、いつもありがとうございます。そして見てくださっている皆さん、応援してくださっている皆さん、 いいつもありがとうございます私たちがんノートは今こんなことを考えて活動していますがん経験の過程にはさまざまな状況さまざまな選択肢があるということをがんに直接関係のある方だけではなくすべての方に知っていただけたらと思っています家族やパートナー友人ががんになった時や職場の同僚や部学 部下が癌になった時に、自分らしい選択のサポートができるように、そして、もしもあなたが癌になった時に、自分らしい選択ができるようにと祈っています。よろしければ、がんノートの YouTube チャンネルのチャンネル登録をお願いいたします。今日のゲストのソさんには、以前がんノートミニにご出演いただいております。 こちらもガンノートの YouTube チャンネルの中にありますので、よろしければぜひご覧になってください。そして、もしガンノートに出てみたいという方がいらっしゃいましたら、出演応募フォームをご用意しておりますので、ぜひアクセスをお願いします。この動画の概要欄、もしくはガンノートのホームページからアクセスが可能ですので、ぜひご覧になってみてください。そして、 次の日曜日はロングインタビューを生配信します。5月22日日曜日朝10時半から、悪性リンパ腫を経験された牧野香織さんのロングインタビュー90分程度を生配信しますので、ぜひご覧になってください。それでは、そろそろアンケート入力タイムを終了とさせていただきます。岸田さん、ゲストのお二人、 戻ってきてください。はい、おってにいりました。いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。さまざまね、本当コメントもいただいてましてありがとうございます。そしてえっ、ー、と天野小さん、はい、次のちょっと、はい、あのはい、それではえっ、ー、と患者さんとの交流のお話はたくさん聞きましたけれども、それ以外の入院中の過ごし方について記者さん 聞いいいててみてください、はい、ありがとうございます入院中の他のの、ね、過ごし方もちろん、ね、お同室の患者さんとの交流も一つの過ごし方だと思いますけれどもそれぞれどういうふうに例えば、ね、本を大量に持ってきて読む人もいれば僕のようにアニメばっかり見てる人もいればさまざまあるかと思います、はい。あーさんは当時どのように過ごしてましたか私その頃、ね、まだ子供 一番最初の入院の頃だったと思うんですけど、子供が3小学校3年生ぐらいだったのかな3 3 ?4 年生ぐらいですかね。19歳ぐらいだったので、でその頃ってな,んかなかなかやっぱり1人でじっくりする時間ってなかったんですよね。1つのことをこうずっとできる時間ってあんまりなかった覚えがあって、だからだと思うんですけど、なんかやっぱり本は大量に持っていったりとか、あとね,なんかね手芸みたいなのやってた覚えがあるんですよねあ手芸ね。 みたいなのかななんかそれで結果なんかすごい目元をんか結構病院って暗いじゃないですか。はいはい,はいはいはい。勝手にそれであの電気使ってて怒られてで<ー>なんか手元をやりすぎちゃってそれでなんかそれで結果なんかすごいナイロンたワしを大量に何んん <laughs> か結果編めるものがもうなくなっちゃってなんかこうなんか細かいものになんか間違っちゃったりして。 で、なんかあの、なんか知らないけど、なんかそっちに走った気がします。<laughs> いろんな話しちゃったら、まあ、いけると。そうだけ流行ってたんですよ。なんかいろんなこう、<laughs> なんか可愛い、なんかいろんななんか本があって、それ持っててたんで、なんか、それをね、編んでた。編んでた。でも、なんかすごい、結果もう、なんか、看護師さんになんかやりすぎだって怒られたっていう。特に怒られた。もう、コンツメすぎですねって。あ,あそうなんや。<laughs> そう。うん、そんな覚えが。 あるえその本を持ってったって本を読みきれました全部うーんとねやっぱり夜が早かったので4人部屋とかってこう個室じゃないから完全に消されるじゃないですかだからなんか結構夜の時間活用してたので、うんうん、読みき読み切れたのとなんかそれも結構こうなんだろうそうとはいえこう病気で入院してるからあんまり重い本は疲れちゃって。 なんかそうだねそうなんよそう,なん,よそうなんか軽く読める本を大量に持ってってたのでうんなんか結構読み切りでいけた気がしますね、うん、そうそうあの本のね、うん、この重厚さというかそれも大事で僕も、うん、あのなぜか知らんけどよし時間ができたと思って、うん、龍馬が行くをね全巻持ってた、ね、<laughs> <laughs> 全然読むタイミング進まないのよね重い本が そのまんま持ってて、そのまんま持って帰ったイメージがあるなとありますあります。はい。今、うん、ね、あの、ナイロンターシュ欲しいっていうコイントがあります。今作ってないんだ。<laughs> はい、いただいております。はい。私は大、大変難しいいです。だったりとかね。はい。ありがとうございます。あの、はい。どうですか、じゃあ、こちらについて。はい。あの、さとさんは入院中の過ごし方<の>、うん、はい。話で言うと、 私はもうこれ1個で進みました。要は、全部本もデジタルで iPad とかの中に、タブレットの中に入れて、で動,画は動画もこの中に入れて、音楽を聴くときも全部なんで、今こうサブスクっていうのがとても便利でして <laughs>、えーはい、だから外の売店行けなくても、あの新しい週刊誌をこれで読んでました。<laughs> <laughs> ね、<laughs> そうね、全部もうタブレットでやって、はい。全部タブレットでしたね、情報、その本とかに関しては。はい、<laughs> そっか、で、まあ、周りの人にも教えてあげてとていうふうな形で、ただタブレット使うには、はい、さっきね、あの話しった Wi-Fi とかっていうのは必要にならなかったんですかはい、えっと、そのタブレットは通信の、えっと、契約は結んでいなかったので、えっと、自分の 携帯をこう使ってあの、えー、とテザリングをしながらやっていたんですけれども、うん、あのこういう時にこうケチ根性が出てしまったもともと格安携帯をこう使っていたのですぐにこうダメになってしまったりしていましたで、えーとまあ、あの何回かその入院を繰り返していく中で後ではあの自分でそのポケット w i f i みたいなものを契約をしてあの自分で持ち込んでいました。 あのなかなかちょっとその活動の話とかを少しだけさせていただくと、えっと、病院こう入院をしているこう環境の中で自分自身がこう仕事ができなかったりすると、ですねあのこれを家族にポケット w i フ f i 代お願いをするっていうのが結構これが辛い作業なんですよね。自<ー>、はい、自分自身があのこう生産,あの生産 まあ生産性がないっていう形ちょっとこうあの言い過ぎなんですけどもお金がこう今まで通りにこう稼げない中で新しい出をこうあを妻とかにこうお願いをするっていうのは結構心苦しくてもちろんあの妻いいよって当たり前に言ってくれたしそれも想定はできたんですけどやっぱりお願いするのが辛くてっていう中であのそういうこう 患者さんがこう使えるようなこう環境っていうのがあったらいいなっていうことであの、まあ、病院の状況とかいろいろ大変なこともこう理解している上で、あで例えば、えっと、政治家の方にこうちょっとロビングをしたりとかっていう活動をしています。w i f i ね、あアーさんの時はもう、それないですよね、病院に、ね。もちろんですけどだってあの、あれよ、またパカっていう、折り <laughs> たたみ携帯の時下そからね。<laughs> そうそう バカってやつだ。<laughs> そっか僕の時ん時なかったかけどなんか夜なあの病院で、まあ、w i f i があるとことないとこあると思うんですけど、うん、あるとこだと夜とかみんな使うから多分ねめっちゃ遅いんちゃうかな<ー>えあの佐藤さんの時はまあそれ使って <laughs> あのやられてたんですよねあのポケット w i f i で全部はい実際に、えー、と若い方ほとんどの方がこう持ち込んでいました ポケット、Fi はい、なんでこう w i f i 探すといっぱいずらーって出るんですよ。<laughs> <laughs> そうですよね。そっか。えそれで、ね、また他になんかそれを使ってあれ家族ともコミュニケーション取らしてたんですよね。はい、家にあの、うん、ごめんなさい、ちょっと手元に忘れちゃったんですけど、あのアレックサっていうのがありまして、それをですね、あの夜ご飯の時に必ず食卓のところに1個置いてもらって、私のこう 携帯とこうつないでいただきますっていうのを子どもと一緒にやってたんですよね。あの、無菌病棟だと,、えーと、私の入院しているところだと12歳以下の子どもは面会には絶対来れないっていうふうにはなっていたので、子どもに顔を忘れられないためにも毎日それでご飯を一緒に食べてます。<laughs> だからそういう意味では寂しくなかったです、ねううかいや。かつあれですもんね、コロナ禍だと本当ご家族も面会。 ね、もちろん、無理ですよ、ねはい、つ妻も、えっと、面会はあの謝絶という状態でした、うんあ。そんななんかずっと一人でやるの、結構辛くなかったですか、大丈夫でした、そういうの。<あ>な,なので、そういう時にそに子どもの顔を見れたりっていうのが、デジタル越しでもあったっていうのは、本当に救いでした。それが ないいってそのさっきのこう複数部屋の話ではないですけど、えっと、一緒に過ごされてた方でご、えっと、年配の方がずっとテレビに向かって話していた方がいらっしゃって、えっと、今あのその時はちょっとあ嫌だなって思ってたんですけど今思うとその方はやっぱりそのコミュニケーションを取れない辛さがあったんじゃないかなっていうのはあの今本当に痛感をしていて。 いやそれこそそれだったら、その人が昔聞いてた演歌を僕のこのサブスクで聞かせてあげればよかったなっていうのは、今、ちょっと後悔ではあるんですよね。<laughs> そういう楽しみ方があの、特にそのデジタル、デジタルデバイドっていうような方にもこう渡せるようなツールに、例えば病室に w i f i があるだけでもなるんじゃないかなとは思っています。 そうかそうかもしかしたら関西人でね、突っ込んでるだけかもしれへんけどね。かもしれないです <laughs> よくほんまに関西のおっちゃんと、本当にあのテレビに突っ込みまくるからね。確かに、ワイドショーでしたね、それも。<laughs> <laughs> 今日テレ,ビテレビもさ、テレビカードあるやん。ね、アナさんもテレ,テレビカードの時代ではあるでしょう。テレビカードの時代。テレビカード買っ,買ってた、買ってた。 はい、ちなみに私,私は全然かあ,のあ,ったありましたけど、買いませんでしたそれも要はサブスクに全部変わっていってるんですよ、若い人いや,いや、けどね今、今あれよ、今あれよって僕の本当、数少ない知識のあれやけど、あのうん、のテレビカードが今、あの冷蔵庫を、うん、あの冷蔵庫をちゃんと機能させるために、そのテレビカードをささなあかんの。 うちはなんで、えー、共同でしたね、えっと冷蔵庫の、冷蔵庫とテレビ等が全部一体型になってる。一体なの <laughs> ボタンを押す方でこうで書いてたんですか、<laughs> そうそう、だからキンキンのなんか冷えたやつをずっと飲みたかったら、ずっとテレビカードさせておかなあかんな、ね、い。それはき切れちゃうの、途中で。か24時間で切れました。いやー、全然知らない。 そうなのよね。今ね、だからそう、テレビカー、だから、あ、そう、あ、そうね、ちょっと最後より一個、あの、 あ,のあれ終わってからちょっと聞こうあの。アンケート終わってからちょっと聞こう。ちょっとっはい、コメントはあります、えーと。どんなアニメ見てたんでしょういや、もうこれ語りだしたらめっちゃいっちゃうんで、ちょっとまた今度この回アニメからさせてください。エメイコさん、えーと、ポケット Wi-Fi 持ってって YouTube 見てました。大部屋だったけどカーテン閉めていたらおしゃべりできなくて寂しかった。えーえー、自宅の方向窓から眺めてきた。だってタブレット強しいとか。ケオさん、ナイロンタワシ流行りましたよね。Wi-Fi 環境だと説明を受けたのに。 あの実際のあやっぱ病室 Wi-Fi 弱くて YouTube 見れなかったとポケット Wi-Fi 持っていけばよかったと後悔しました。病院内で Wi-Fi 使えるようになるとすごく変わりますよねと。うん、えと病院に Wi-Fi 設置したよっていうあてとか趣味でもともと遠征するのにポケット Wi-Fi 持ってたと。うん、タブレット便利だねとか。母、え、が、ー、入院したときはタブレット端末でお見舞いが週に1回だけだったので、うん、え病院 Wi-Fi あると、えーまあ、あ病院に。えーあの でっていうことと、病院に Wi-Fi あるのと、えー、病院内でポケット Wi-Fi 使用できるのど、両方あるのかなっていうことがあります。うん、多分ね、うんと Wi-Fi 持ってってたら、どっちも使えていい方ねできたらいいと思うんですけどね。えー、今、スマホや PC つ使えないとつらいですよね。うん、Wi-Fi 環境整備されるといいですよね。とか、Alexa、うん、でいろんなこと、そんなことできるんですね。っていうことで、はい。Alexa も進化してますからね。 はい、子どもは意外とこう言葉の方が使いやすかったりします。と、うん、いうことだったりとかしています。手のさんでは,ではお願いいたします、はい、それではここでアンケート結果速報をお伝えします。今日のアンケートの集計結果はこのようになりました。そうですねいつにも増して女性の方が多くアンケートに答えてくださっているようです。そして、えー、と関東の方 たくさん見てくださっています。ありがとうございます。そして、えっ、ー、と今日のがんノートを見ようと思った理由を伺っています。いつも見てます。知り合いが出るので、彼氏が急性骨髄性、白血病で入院しているので参考にしたいなと思いました。素敵な彼女さんですね。はい、小宮さんのデビューなので見てます。うん、木曜21時はガンノートナイトの時間なので見てくださっている。 そして今日のテーマでどんなことを話されるのかなと思って見ています。そして今宵の「ンノートナイト」を見た人にはきっと良いことがあるらしいということを聞いたので、見てくださっている方います。ありがとうございます。SNS で患者会主催のあーさんが出演されることを知って見ています。まさに今、入院中で興味のあるテーマでした。 いつもあーさんが主催されている乳がんのおしゃべり会に参加していて、今日ちょうどおしゃべり会でライブがあることを聞いたから見てくださいっている方、そして他の方の入院生活がどんなだったのかお話を伺いたかったので見てますですとか、乳,乳がん手術を受けて3泊4日でしたが、入院生活をしたので興味がありました。たまたま YouTube をつけたら流れていたので、いいですね、たまたま見てください。そして、宋さんからご案内。 いただきました。皆さんの経験がとても勉強になるので見てくださって。そしてゲストへのメッセージなどいただいてます。小宮さんのバックグラウンドが分かって興味深かったです。あや様、<laughs> ダブルキャン大変でしたね。同じ頃、乳がんになっているので思い出しながら伺っています。小宮さん、お話伺えてよかったです。皆さん、あるあるで一緒なんだなと思いました。辛かったであろう入院生活も今となっては笑って話せる。お二人、 聞いていてすごく元気をいただきましたあーさんご無沙汰しています平日なので難しいですがまたお世話になった患者会に参加したいです入院中の人間関係難しいですね今はコロナ禍で面会規制もあるので IT を使えないご高齢の方は寂しさからかカーテン開けて話してかけてこられる方もいらっしゃって困惑したことがつい先日ありました ガンのライブは初めて見たのですが、また見てみたいと思いました。ありがとうございます。入院生活の中にも楽しさを見つけることができるお話を伺えてよかったです。ありがとうございます。そして、辛く長くなりがちな入院生活の中で仲間と楽しく過ごせるなんて偉いなと感心しました。私は突然の入院と手術で個室で引きこもっていたので、少し羨ましくなりました。退院してから 病院のがんセンター主催のイベントや患者会で仲間を作った感じです。よしこです。あやちゃん、お疲れ様です。大学時代の同級生が子宮体がん、卵巣がんを患い、今日から抗がん剤治療を開始しました。私が友人としてできることなど、また話を聞かせてください。皆様、とても素敵で魅力的ですね。見習いたいです。と、たくさんメッセージいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。 ねえなんかね本当にさまざまいろんな人のいろんな過ごし方あると思うんですけども本当それぞれですからねさっきねのあったようにあのわざわざカーテン開けてあの話し心から怒られるみたいなことも確かに往々にしてありますし <laughs> まあちょっとあのコミュニケーションの方はもうコミュニケーション強者の人たちに任せて <laughs> 任せてあのちょっと弱者の,あの我々にとってはもうあの受け身な感じでちょっとやっていければ。 はい、あのリラックスして、ね、過ごしていただければということを思ってますし、コメントのも、病院でがんの音見れるのってすごいねっていうことだったりとか、そうなんですよ、そう僕もだから入院中にね、ちょうど今、この時間にしているのも、まあ、消灯のあとにちょっとなんか寂しくなったりだとか、そういったなんか1人って言ったところを、こういうふうな、見てもらってねあの、ちょっとでも笑ってもらえたら嬉しいなということを思って、こうライブに配信してるっていうのもあったりとかしているので。 ぜひ、こういうね、見てもらえると嬉しいなと思います。乳がんは入院期間が4日から7日くらいってありますけど、あーさんの時はどうでした私、4日。なんかそれぞれですよね、その手術の仕方とかね、ねそうそうなんかそれぞれだと思いますけど、私は本当に部分切除で、本当にポンと取っただけだったので、今もっと短い人もいるかもしれないですね。私で4日ぐらいでした。うんね、本当にもう今、うん、まあそれぞれですし、ね、それぞれだとね。 あの通院でっていう人たちもね、すごいいっぱいいらっしゃいますし、あれですよねあの、小宮さんの時はもうけな、何ヶ月っててしっ、えっってておししゃまたけ入院自体は3月から10月、6か月間で、まあ、あの間、退院期間も、一時退院の期間もありましたけれども、大体半年間ぐらいですね半年間でしょ、はいい、発狂しそうにならなかったですか、大丈夫でした発狂しそうになりました。<laughs> しかもな売店すら行けないんですから、もう発狂しそうになります。ですよね、だって、このもう半径2メーターぐらいしかもう入れないわけでしょ。あ一応あの、病棟内の廊下は歩けるので、<っ>そこをこう100往復ぐらいしてました。そうなりますよねいやえ。改めて今思うと、なんか、あのなんか、 どういう今、そういう状、ね、況になっている方もいらっしゃると思うんですよ。改めて、その人たちにアドバイスするとすると、どういうふうに伝えますか今のことですよね。今、私でいいですか、うん、ああのあの改めてメッセージおの、視聴者のメッセージはお二人にまたお伺いしますけれども、その今、その動きないとかあの、外売金行けないとか、コロナ禍で、その人たちには、サトさんの経験から何か。 あるかなと思ってそれこそ今この YouTube の,のライブじゃないですけれどもいろんな情報に触れていただきたいと思いますあの。いい悪いは個人個人が決めればいいと思うんですけど一人で悩むぐらいだったらいろんな情報に触れて自分で取捨選択ができる状況になればいいなとは思います。 ね、あのいろんな情報に触れて本当にいっぱい情報は載ってますからね、うんはい、それを選択してもらえたらと思いますそして県のこさんお願いしますはいそれでは次回の予定をお伝えします <coughs> 次回二週間後の木曜日はお仕事治療後のキャリアというのがテーマになります岸田さんゲスト紹介お願いしますはい、えー、工場がん経験者の白石さんと、はい、南部に 福祉の経験者、ドリーさんにですね、お仕事、がんの,の治療終わってからのいろいろお仕事のキャリア、いろいろ変わっていったりとかもすると、そういったところに関してどういうふうに決断したのという、そういったことをお話し聞いていきたいと思っております。はいそれでは今日の最後に、ゲストのお二人から、出演の感想ですとか、見ている皆さんへのメッセージをいただきたいと思います。ままずはそうさんお願いできますか はい。えっと、今日出演させていただいてありがとうございました。もうなんせ18年前になったので、このお話いただいたときに思い出せるかなと思ったんですけど、なんか自分のなんか昔のその時のことを振り返る、すごくこのね、姿っていい機会にもなりました。それで、あの、小宮さんとね、あのお話しさせていただいて、今の現状の入院の生活の違いっていうのもよくわかりましたし、で、あの、 すごくこうこういうなんガンロードさんみたいなところで皆さんこう場所にも行けないけれどもこういうふうに見ることでねあの力がすごく湧いてくらあのされてる方とかメッセージが今コメントがなかった方でもいっぱい見られてる方でも多分あの本当にいい活動だなと思っています。なのであの私も魅力ながら今後またいろんなこと自分の経験を思い出しながらねなんか できたらいいなというふうに思っているんですけど、今回思い返す、自分にとっても思い返すいいちょっとタイミングとチャンスをいただいたので、もうありがとうございました。今治療されている方、お辛いこともあるかもしれないですけど、結構何年後かにはこうやって笑い話になることもあるとは思うので、まあ、頑張ってくださいとは言えないですけど、乗り切っていただけたらと思います。ありがとうございました。あり,ありがとうございます。それでは小宮さん、お願いします。はい えっと、本日は参加をさせていただいてありがとうございました。まずと、ガノートの案にありがとうございました。で、えっ、ー、と、加えて、えっ、ー、と、今日見ていただいた皆様、本当にありがとうございました。あの、さっきコメントにもありましたけど、こういう、あの、YouTube ライブは初めてでデビューなので、もう緊張をたくさんしてしまったんですけれども、あの、 本当に今あの先ほどコメントあったように、今、入院している方もあの聞いてくださってたと思うので、いろいろあのこういうものにこう触れたりしてあの、せめて今、今がこう楽しくあの過ごせれば、どういう状況であれ楽しく過ごせるっていうのは、すごい大事なことかなと思うのであの、いろんなところでいろんな話を聞いて、楽しく過ごしてください。ありがとうございました ありがとうございますぜひねあの楽しく過ごせるように皆さんがあの入院生活、はいまあ、大変なこともいっぱいあると思いますけどもつらかったらすぐもう医療者をもうあの無理せず頼ってくださいやっぱねあの無,理無理したりとかあなんか忙しそうやなとかってあの空気をなんかこう読んでこう辛自分が辛くなっちゃうと僕もそうでしたけど後にこう響いてこう余計大変になってきちゃうのでもうめちゃくちゃナースコールを鳴らしまくって <laughs> はい。エディーゼのためにもめちゃくちゃ鳴らしまくって言げていただければ思います。はい。それではですね、えー、これにて元のとナイト終了していきたいと思います。また、えー、再来週、えー、皆さんと元のとナイトで、そしてまた今週の末のですね、日曜日も元のとオリジンでお会いできたらと思います。では皆さん、それではお大事に、それではバイバイ。 はいライブ配信終了と。